はるきさん、はい、街で襲われた時の、準備はできてますか？できてます。本当ですか？はい、できてます。大丈夫ですか？なんでそんな胸を張って言えるんですか？できてないの？いや、私はあまり想像したことないですね。わー、いや、いやっていうの、すいませんつって、いや、だってもう全然想像できないんですよ。どうするんですか、その時。ダメ。一緒じゃないですか、言い方が違うだけ。ちゃんとも、そんなすいませんとかあったら、いやいやいや、怒られるかもしれないから、すいません。いや、一緒ですよ。一緒。金なら出します。弱い。それが一番だと思う。カポエラですって。一番の防御だと思うよ。いやいやいや、今夜はですね、はい、カポエラを学びたいと思います。おお。それではカポエラの達人お願いします。すごいね。でも考えたらさ、はい、あの銭湯の娘でやってたでしょ。そうなんですよ。カポエラカポイラカポエラカポエラ、これがなんかこう、何でしたっけこれ。あ、見たことある。こういうジンガです。あ、ジンガ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 は、うん、しょっちゅうあのドラマの中でやらせていただきます。ジンガっていうのは何なの？カポエラの中の、カポエラの中の基本ステップですね。先生やってください。多分合ってると思うんですよ。合ってます。すごい、すごいですね。これがジンガのステップです。ほらほらほら、一緒ですね。これでなんか蹴りとかもやったんですよ。そうです。この状態から、はい、あの蹴ったりとか、蹴りが来たら避けたりとか。あ、やりましたやりましたやりました。それ私1日、何時間ぐらいやったのかな。多分2時間ぐらいやったんですけど、うん、次の日めちゃめちゃ筋肉痛になりました。あ、結構しんどいんだね。この結構こう避けたりする時のこう筋肉ってなかなかつかないんですよ。まずはですね、基本から教えていただきたいんですけども、はい、私裸足になろう。俺もなろう。もうすでに今基本ができてらっしゃったんで。あ、本当ですか。僕できてないですから大丈夫です。はい。でちょっと特殊な技ですね、はい、しゃがんだと見せかけて体を支えて蹴るっていう技が、見せかけてあるんですけども、はい、まあ、この横に倒れていくように見せて体を支えて蹴るっていう技があるんですけれども、簡単にできます。全体重手で押さえなきゃいけないんですか。そうです。じゃあまずですね、まず、あ、おまずあの右膝をじゃあこうやってついてもらって、はい、でこの体のちょうど真横に手をつきます、はい、で指先は後ろ向いてた方が楽です。で肩幅ぐらいにポンと手をつきます。そうすると右肘の上に腰をこうゆっくり乗せていって、はい、頭を遠くに落としていきます。そうすると腰が上がってくるんで、その瞬間蹴る。蹴って、あ、できました。そうです。おー、すごい、はい、で素早く立つ、はい、そしたらもうびっくりです。え、これは頭つけていいんですか？つけても大丈夫です。あ、頭つけてもいい。こうして、やってみ、こうして、待ってください。こうで体重を乗せて、水に乗せて頭を遠くに落としに行くときに蹴ってください。はい、そうです。ライダーキックみたいな。痛い痛い。いろんなとこ、あ、来ました。あ、すごい。これ蹴れんの？これで。はい、蹴れます。これ今蹴れます？蹴れます。蹴れてる感覚が全然ないんだけど。今すごい。ただ股を広げてるっていう感じなんだけど。いや、でも今形結構綺麗でしたよ。本当？はい。ちょうど相手の膝のあたりが蹴れるんで。はあ。なるほど。もう一回やってください。しゃがもうと思いながら。おお。あー、なるほど。なんだか分かってきたよ。できてないんじゃないの、銭湯の娘よ。おい、私違うんですよ。ちょっと待ってください。練習させてください。いや、いいよいいよ。あの、どうぞどうぞ。この辺でやっていいですか？こうで、あ、すごい。そうです、こう、はい、こう、そうです、そうです。この
足を肘に乗っけるような、はい、足どうすんだろう、この上に、そのままです、そのままもう一回見しよう、そうそうそう、ちょっと腕いきます、頭をなるべく遠くに送りました、あーそうなるほど、これ結構一瞬しか無理ですよね、そうです、はい、上手に乗れるのか、テレビだぞ、なんか映んないところ練習すんなできた、はい、じゃあどうぞ、じゃあお願いします、はい、ビンビンビン、他はもうちょっとダイナミックな回転な蹴りがあるんですけども、はい、まあ、ミット、まあ、これ持っててもらっていいですか、はいはいはい、これ手を入れて、きた、ちょっとこれ速くて危ないんで、ここは危ないですか、この辺で構えてていただいて、先生、はじめゆっくり蹴ります、はい、先生、俺結構シャレの効かない男ですから、はい、失敗したら怒ります、おお、かっこいい、で、速くやるときちょっと手首に負担がくるんで、上に、そうです、うわぁ、うわぁ、怖い、すごい、痛そう、鉄拳だ、鉄拳鉄拳に痛い、このキャラクター形をちょっと見たいですね、はい、これ、まあ、普通にさっきのジンガの形ありますね、はい、ここから踏み込んで右足で蹴りたい場合は左手をついて右足でポンって蹴ります、え、ついてる、そうです、あ、そうです、ひもを見て、で、あ、そうです、そうです、はい、で、蹴った瞬間すぐ手を離すとコマのように回ります、え、コマのように回る、回ります、踏み込んで、手ついて、手離して、そうです、そうです、それ、それをさっきのステップからやっていただける、さっきのステップが、こうでしたっけ、はい、そうです、こう来て、で、踏み込んで、次、次だな、そうです、そうです、すごい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 す、あ、すごいすごい、あ、分かった、いけいけ、だから私、女の子だから嫌なんですよね、大丈夫です、うん、こう来て、そうです、そうです、はい、こっち、で、こっちは右足踏み込んで、こうか、反対ですね、え、逆だ、右足踏み込んで右手をついて左足を上げる。こっち。そうですそうです。そうです。難しい。はい。あ、また裏技が出ました。側転な、側転に。側転から蹴るのもあるんですけど。ちょっと待って。こう行って。左足を踏み込んで、で手ついて蹴る。そうですそうです。はいはい。反対は右足で踏み込んで右手をついて蹴る、そうですすごい強烈に蹴り上げてたんで、いやー、ちょっと私難しい、ヤグッちゃんもお手上げの技にさらに磨きをかけますと、おー、指がかっこいいな、うん、うおうおうわうおうおおトビー道具です、カポエラはこれも武器です、違う違う、ワイヤレス、今のはマイクです、今のはマイクです、じゃあお願いします、はい、わあ、すげえすげえすげえ、うわあ、おお、怖い、わかったぞ、手だよ手、カポエイラの神髄を得得したと豪語するハルキ、華麗なる技が炸裂し、ハルキ宙を舞うか、わかったぞ、手だよ手これがこれがあると随分雰囲気違う、本当ですか、こうやってやる、はい、しなや
はい、これで押された時はバッチリですか。はい、これでバッチリです。先生、大丈夫ですか。大丈夫です、裏技を使ってください。仮にだってこう襲ってきた時にこうやってきたら、それカポエラじゃない、逃げろ。それはカポエラじゃない。あいつに関わらない。それが一番です。そう、戦わず、それでいいんですか。勝つ、戦わないで勝つ、戦わないで勝つ、そう、それが一番ですよね。それじゃあ今日の意味がないじゃないですか。